こんにちは、ハマロです。ギター上達のヒント、今日は全方位で楽しむというテーマでお話ししていきます。はい、まあギターとかね、音楽をなぜやってるのか、まあいろんな理由がねあると思いますけど、それをすごくざっくりした言い方で一言でまとめるとしたら、それはやっぱ楽しむためっていうことになると思うんですね。まあもちろん楽しみ方もいろいろありますしね、まあどういう楽しみ方をするかっていうのもさまざまなわけなんですけども、まあだけどその楽しむっていうのが一つ大きな、キーワードであることは確かだと思うんですね。で、まあ楽しむっていうとね、よく、まあよくというかたまに言われるんですけど、弾けたら楽しいでしょうねっていう人がいるんですね。はい。で、なかなか私弾けないから楽しめないんですっていうのがその後続くんですけども。で、それは、心情としてはとてもよくわかるんですが、ただ以前にもね、お話ししたことあると思うんですけど、私が知る限りですね、割と短期間で上達する人の、共通点の一つと言っていいのはですね、そんなにまだ弾けてないうちから楽しんでる人が早く上達するんですよ。ね、要するに楽しい、もう要するにギター弾くこと自体うまく弾けるかどうかじゃなくて、もう弾くっていうその動作自体を楽しんでるので、ね、で楽しんでやってるから、なんて言いますか、必然的に練習時間もちょっと長めになったり、あるいは練習のその集中度もね高まったりなんかして、だから結果的に早く上達するんですね。で、早く上達すると弾けるのが増えてくるから、また楽しくなってきて、それが相乗効果になってどん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 上達していくっていうケースが多いんです。で、対して、今まだ弾けないから楽しくないんですって言ってこう考えてしまうと、ちょっと長引くケースが多いんですね。はい。ですから、まあ楽しむ。ね。もちろん弾けたら楽しい。それはそうなんですけども。だけど、まだ弾けてないうちからでも楽しんでる人いっぱいいるわけですし、その楽しみ方っていうのもいろいろあると思うんですね。必ずしもスムーズに弾けることだけが楽しいわけでもないと思います。よく、例えで出しますけども、例えば生まれてこの方、一度も雨とか曇りの日に会ったことがないと。ね、もう常にもう毎日青空、晴天なんてことはありえないわけですよ。ね、そして外出たらもうずっと青信号、もう赤とか黄色に阻まれることなく、ずっと青信号でまっすぐ進めるっていうこともありえないわけですね。はい。ですので、まあやっぱりいろいろある、雨も降れば曇りの日もある、ね、黄色とか赤信号にね、こう引っかかってなかなか先へ進めない時もある。それはそんなもんなんですね。はい。だけど、じゃあ、雨だったら楽しめないのか、ね、赤信号だったら楽しめないのかっていうと、それはまた違う話だと思うんですね。雨の日には雨の日の楽しみ方がある。ギターとか、こういうインドアのものっていうのはやっぱ雨の日でも、いくらでも楽しめますからね。はい。で、ずっと本当に青信号ばっかりだったら、なんか休憩する場所がなくて結構バテたりなんかしてね。で、やっぱ赤信号でなんかちょっとこう止まってる時に休憩できたり、なんか周りの風景とか楽しめたりすることもあるかもしれません。ね。だからなんかとにかくスムーズに行くことだけが楽しみというわけでもないので、ね、なんかそこ楽しみっていうものの定義をちょっと広げることも大事かもしれないですね。よく、そうですね。まあ、これもまた例えで出しますけど、練習をね、子供さんがこう、テレビゲームとかをやるときみたいに、ね、止められても、ね、親に止められてもやってしまうっていう、そのぐらいね、なんかもう楽しんでやってる方が、練習もね、そういう感覚でやる方がいいですよ、なんていう話もたまにしますけども、ああいうゲームなんかでも本格的にやってる人っていうのは結構その攻略法っていうのをいろいろ考えてるみたいですね。はい。で、攻略法を考えるってことはなぜかって言ったら、それは、要するに、なかなか攻略できないから考えるわけですよね。もうちょっとやったらすぐ攻略できるんだったら、わざわざ攻略法なんて考えませんからね。要するに、ちょっと歯応えがある面白さっていうのがあると思うんですよ。歯応えがあって、で、攻略法を考えて攻略する。ね。ちょっと高いハードルを超えるという面白さもあると思うんですね。で、まあ、実際結構本格的にやってる人って、その、まあ、ゲームだけじゃなくて楽器でもそうですし、スポーツでもそうだと思います。ね、どんなジャンルでも、やっぱりなかなか、ね、その攻略できないもの、ね、こう、ちょっとスムーズにパッとできないものがあって、ね、だけどそれを乗り越える時のその面白さみたいなのも、また味わってると思うんですね。そういう人が多いと思うんです。で、そういう味わい、その楽しみ。ね、を覚えていくとまた長続きするし、どんどん造形も深くなってくるし、楽しみも広がってくる。ね、そういう感じになってくると思うんですね。ただただスムーズにできることだけが楽しいわけではない。
ということだと思うんですね。逆にもう何でもかんでもあっさりできてしまったら結構飽きてしまってね、その方が長続きしない、もう楽しみもすぐ終わってしまうなんていうことも結構あると思いますね。ですから楽しみって一つじゃないので、ね、全方位で楽しむ。うまくいってる時はそのうまくいってることをもちろん楽しめばいいですね。だけどなかなか歯応えあってうまくいかないなって言ったら、ね、その状況も楽しむ。どうやって攻略したらいいのかなとかね、いろいろ観察して考えてみて、でそれを楽しみながらやってるうちにいつの間にか乗り越えてたりなんかして、でそれがまた楽しみになったりする。でいろんなそういう全方位で考えていくと、その楽しみ方ってどんどん広がってくると思いますので、で楽しみっていうのはただただ弾けること、ただただスムーズに進むことで、思い込みすぎないように気をつけるっていうことも意識してみてください。はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。